藤波さん、リリースポイントが安定する。クソ安定してて草。ええやん、求めてたのはこれよ。ガチやん。やればできるやん。これやべえ時のやつも見れたりする？ちょっと前。わあ、綺麗な花火だ。花火大会とか風情があるね、白目。浴衣着てみたくなるな。殺意のある赤いやつ怖い。ショットガン東方正規。メジャーのコーチ有能すぎやろ。明日からブルージェイズ4連戦あるのに、バティスタ以外の勝ちパス買いまくるの意味不明すぎる。オリオールズの帽子が野球のお兄ちゃんに見えてしかない。藤も、これなん芸人っぽいよなって思ってそうでほんと嫌だ。もっと早くメジャー行ってればよかったのにな。言うて今日も右打者だったら顔面直行コースの抜け球あったし、根本的なところは多分変わってないよな。これもランダムボール革命やろ。確かに傾向は変わってるけど、いいのか悪いのかは意味はわからん。明らかに縦振りになってるな。左右のブレが明らかに減ってるな。上下のブレは球種による違いだから残ってるけど、確か横と縦だとボールの鳴り方が違うとかだったような。縦だとコントロール崩れても下に行くから横よりも死球とかになりにくいはず。先発でボコられて中継ぎでもダメなら首って状態に追い詰められてたからな。そらコーチの言うこと聞くよ。いい感じで散らばる100マイル。打たれたヒットは真ん中付近やったしな。中継ぎ並は阪神時代からまあまあやっとったから特に驚きはないで。またこれ弱いチームからスタートして強豪にステップアップしてるのがええな。スクロックあって適応できてるのはええな。何時の藤が活躍してくれて、ワイラ育ての親としてはなんか感慨深いものがあるな。結局何が変わったの？マジでチームはポコポコ勝ち野球してておもろいやろな。チェンジアップとか覚えたらもっと良くなるのかな。レジットでバティスタに次ぐ2番目のリリーフって言われてるぞ藤。お前やればできるんやな。